あのさ、いやもう本当にちょっと笑えてきたんだけど、えー、っと、イギリスの方のコミュニティの6月の1日にアナウンスがあった内容で、えー、っと、このアカウント版に関して、えー、っと、まあ、ま、ああの、何て言うんだろう。 支援,す支援するというか、まあバン解除できるように、ちょっとまあ支援するから、まあとりあえず、その、どういう状況だったのか教えてよっていうような形で、ちょっと問い合わせをしてほしいっていう内容の、えっ、ー、と、これイギリスだね、イギリスのコミュニティの方に掲載がありました。6月1日ね、えっ、ー、と、何曜日火曜日だよ。に、えっ、ー、と、こういうアナウンスが、えー、出ているのに、日本サには一切通知が来てないどころか、そういう問題があって、 どういう対処されてるのかっていうところまで一切何も出てないんだけど、もうほんとこのゲーム大丈夫かなみんなで新しいゲーム探すで、ね、まあそういう話じゃなくて、えっ、ー、とこれちょっともう上にあのちょっとおこおこでベルを入れときました。もうもうあんまりたくさん入れても逆にあれかなって気もするんだけど、これ、あの、 なんていうのコミュニティ感でさ、連携が取れてない。これ昔もあったよね。なんかあの、イベントをワールドワイドで同時開催するはずだったものを、なんかどっかがフライングして、日本だったっけフライングしてどうのとか。なんかもうそんなのばっかりだね。ほんと。まあ、しゃあないんだろうね。ちっちゃい会社だろうし、まださ、そんな万全にさ、ボーンってサービス展開できるほどの力が正直あるとは、まあ、思えてないからあれなんだけど、えっ、ー、と、内容の方は、まあ、ざっくりね、えっ、ー、と、読んでいきましょうか。 えー、5月の25日のアップデート以降、えー、っと、問題が、えー、発生してたよねっていうことで、えー、っと、まあ、大量の、えー、報酬、そのコスチュームだね、カーセルとか、えー、セリアのコスチュームについて、えー、大量にもらってた、えー、勇者がいるよねっていう問題、えー、あったと思うんだけどって、えー、チェック、問題チェックしたけど、そのまあ問題をまず直さないといけないし、同時にその、 えっと、なんて言うんだろう、えー。運営方針にのっとった措置を講じないといけません。という話になってるんだけど、ね勇者様に置かれましては、ですよね。日本文で行くところの。えっ、ー、と、その、番を受けた、えー、っと、勇者に関しては、あの、私たちにコンタクトを取ってくれと。カスタマーセンターのこの、このアドレスに、えー、コンタクトを取ってね、と。で、 えっと、その、バン解除を、の措置を講じるかどうかの、まあ、そのやり取りをするために、えー、メールアドレス宛てにちょっと送ってくれというような話がありました。まあ、これ確実にそれを解除するためにっていう話じゃなくて、あまりにも、ま、悪質すぎるものに関しては、ここに書いてあるね。<laughs> we will not able to uh, help uh, riders, raiders. ライダふうはぶあぶゆずとざいしゅうあばぶえいぐせすりぶりって書いてある。え、かどに、えっ、ー、と、その、なんていうの、<laughs> その問題を悪用した、これ、あぶゆずか悪用してるんだよね。悪用したものに関しては悪いけども、助けないよ。 っていうふうに書いてあるんだけど、えっ、ー、とあ、助けないし、えー、下の方も見てみようか。Uh, あーえっ、ー、とね、ンの期間の間に、えー、受け取れなかった報酬は、えー と、改めて配布しないってことかなリストアって書いてあるし。うん。えー、要は受け取れない。その、だから、バーンされてた期間の報酬は一切受け取れないよっていうふうには書いてあるんだけど、えっ、ー、と、対応するよっていう内容のものが出ていました。おえペースパ。もうほんと大丈夫か俺さ、自分で言うのなんだけどさ、もうほんとにこれ解除できなかったら、もうなんか金すれ一旦、身を引いてもいいかなって思ってさ、1個目の動画の、あの、概要欄にも書いたけどさ、なんかもう、俺、そこまでなんか、ちょっともう気を入れてさ、やった 意味を何ていうの根底から覆してくれたって感じがしててなんか草なんだけど、まあ、もう正直どっちでもいいやって感じは正直ごめんねちょっとしてるんだけどまあまあそれは別に今すぐ引退するとかそういう話ではないんだけどなんか面白いゲームないかな <laughs> もうなんか笑えてきたななんだろうなやる気ないねやる気ないなベスパちゃんなこれで禁する2盛り上がるのか本当に、まあ、あのご意見番がまたぶった切りに行くぞって思うんだけどまあいずれにせよ ええと、まあ、そういうのを調整して、うんぬんかんぬんみたいな、なんか、えー、まあ、いつもの、あの、締めの言葉だ。っていう感じで書いてあるんだけど、はっさと日本の方で告知を出さんかいとまあ、で、ここのコメント見ると結構ね、なんかね、あの、過激なこと書いてる人もいるかなーっていうニュアンスはちらっとしか見てないけど、おー,お,ーおーって感じで怒ってる人もいるなーって感じだったけど、そりゃ悪用しまくったやつはいいよ。な2、3枚程度でもうこうなったらバンなんて言って。 てたらさ、うん、俺多分訴訟起こると思うよ。まあ大手のゲームじゃないから、そんなに意識しなくてもいいかなと思うけど、これマジで大手のゲームこんなさ、コミュニティ感の違いとかさ、あったら、ほんと訴訟された時になんて答えるんだろうなってマジで思う。ね今回は多分そんなね、大きな事態には当然ならないと思うけど、まあ本当にこういうの信用の失墜にめっちゃ繋がると思うから、もうベスパもまちゃんとしろ。はい、今回は以上。